しげしげです。本日はバレンタインの新キャラの性能が公開されたということで、こちら見ていきたいと思います。使っているアプリはパズドラ攻略アプリというアップバンクが運営しているアプリになります。ぜひダウンロードして使ってみてください。ということでいきましょう。バレンタインの新キャラということで、なんとイリアルが登場しました。かわいい、見えますかこれ皆さん、かわいい。お菓子作ってほしい、イデアルに。で、覚醒スキルもまあやばいことになってまして、スキルチャージ、このコンボ強化3つの指がなんとこれだけで2秒伸びてスキルが2個と、やばいやばいやばい。で、属性が火水なんで、結構多色で重要な火水枠、火水枠って結構悩むと思うんですけど、そこも解消できていると。で、スキルが3段の間回復力が3倍、最近ね、高難易度ダンジョンだと回復力激減とか食らったりもするんで、それを、回復できますと。で、覚醒無効状態を全回復、もうこれもね、高難易度ダンジョンだと覚醒無効よく飛んでくるんで、それも回復できると。で、さらに全ドロップのロックを解除し、5属性プラス回復ドロップに変化という15ターンのスキルになってます。まあ、スキルチャージを持ってるので、1ターンに2ターン、1回パズルで2ターン溜まると思えば、大体半分だと考えればめちゃくちゃ優秀なスキルだなと思います。で、リーダースキルですが、落ち込んなし、ドラゴンとバランスタイプの全パラメータが2倍、全パラ2倍、まあ、タイプ縛りは一応あるんですけどね。で、4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が9倍、2コンボ加算。これすごいね、これすごいよ。通常盤面で、このイリアル、リーダープレイで使った時にもう4色以上同時攻撃したら4コンボ加算になるわけですよ。だから6コンボ盤面だったとしても10コンボになるわけですよ。そしたらもうサブにね、超コンボ強化10コンボで火力が伸びるやつがいるんですけど、その子入れたりしたら十分な、とてつもなく十分な火力が出る上に、軽減軽減、まあ、リーダーフレンドになった場合なんですけど、軽減軽減がかかって全パラ4倍だと。強い、これは強い。はい、そんな感じです。で、アシスト進化ができまして、アシスト進化後が、まあ、スキルは同じで、覚醒スキルがスキム、回復強化、指回復。いやー、いいね。これもこれイデアルにつけたい気持ちはあるよな。スキルがやっぱり強いんで、違うスキルをアシストして溜まっちゃうのも嫌だなって時に、同じスキルのね、武器つけたくなりますから。これつけたらだってスキム3でしょ、で指が 2.5 秒伸びてさ、すごいよ、すごいことになってしまうよ。で、はい、アンドロメダが新キャラで、1,2,3,4,5,6,7、星7個のキャラで登場です。だいぶいいですね、この子。5ターン、スキルがすごい優秀なんですけど、5ターンで回復激減にします。まあ、激減にしちゃうんですけど、上書きだと考えれば優秀ですっていうやつです。で、一旦の間属性吸収を無効化、これが5ターンで打てるのは正直半端ないです。最速です。はい、素晴らしいです。で、覚醒スキルも全然悪くなくて、悪魔タイプ相手にとってかなりいいダメージを与えられそうです。で、リーダースキルもこれ悪くなくて、悪くないっていうか普通に強いんですけど、神と回復タイプの HP が2倍、攻撃力4倍、水を6個以上つなげて消すと攻撃力が4倍、固定5万ダメージということで、まあ追撃持ちですと。まあ、ただ軽減がないので、まあフレンドさんに頼るのか、もしくはこれ結構ね、周回パーでも使えそうな感じしてますね。まずスキルが軽いっていうのと、まあ、リーダースキルに固定5万ダメージがついてるのでっていうところなんですけど、あとキラーも持ってるし、そう、周回パーで使えそうな感じもしてますね。まあ、タイプ縛りがあるので、そこだけちょっと気になるところではあるんですけど、はい、そんな感じです。で、ソニアが究極進化しますと、なんとね、無効貫通3つ、これはすごいよ。で、あとでまた違うページ見るんですけど、悪魔キラーがね、小学生でも触れるので、まあ、悪魔相手にとってすごい火力で無効貫通できるんじゃないかなっていうやつです。で、まあ、追加攻撃も持っていたり、あとスキルも陣だったりっていうことで、かなり、なんだろう、いろんな場面で使いやすいモンスターになってますので、引きたいですよね、持ってない方はね、引きたいですよね。
で、モンスター交換所にはタマドラチョコレートムースが登場ということなんですけど、なんと交換所でスキブ武器が手に入りますね。素晴らしい。で、スキルもまあシンプルなんですけど HP 全回復ってやつなんで、まあこれは交換して損はないですね。まあ基本的に交換所にあるものは交換して損はないんですけど、はい、そんな感じです。もう一つ見ましょう。はい、こちらですね。バレンタインモンスターパワーアップということで、実装日今日中にもう行われますと。で、ソニアがこれですよ。この覚醒スキルは強いね。強い。イラストもいいし。で、さらに既存のモンスターのスキルも調整が入っております。バレンタインネイなんですけど、全ドロップのロックを解除しっていうところが追加されたのかな。はい。で、アスタロトがヒーお邪魔毒を木に変化、全ドロップ強化まではいいんですけど、一旦の間回復力が 1.5 倍が追加されたと。で、クシナダはスキルが2ターン軽くなったと。で、ビーナスはドロップ操作時間が3倍っていうのが追加されていますね。で、ネイのリーダースキル、これ火力伸びましたよ。闇光の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が4倍。ここまでは変わってないんですけど、ドラゴンタイプの攻撃力が 4.5 倍、ドロップ操作を3秒延長、使いやすい。闇光の2色でいいわけだからね。2色で、ドラゴンタイプ染めしてれば常時もう18倍、 4×4.5 は4416の4520だから18で合ってるかな。この計算は合ってるんだっけ、わかんないけど、めちゃくちゃ使いやすいキャラになってますね。で、覚醒スキルも調整が入っていて、ネイは、まあ、実質スキルが1個増えたような感じで、カラットチーム回復強化が1個追加、パセット、ツーウェイが1個追加、シーン指が1個追加、レイランスキルが1個追加、カリンもメイメイもサクヤもハクモかな、スキルが1個追加。で、ダンジョンボスのヘラソエルの覚醒が一気にめちゃくちゃ増えてます。普通に優秀だと思うので、まあ周回しながらね、そのダンジョン、そのモンスター交換所の素材を集めながらヘラソエルも全然作っていいと思います。で、あとビーナスも指がギュッとなってコンボ強化が1個追加されたと。素晴らしいですね。で、超覚醒に対応ということで、こんな感じの超覚醒がつきます。下のイデアルとアンドロメダなんですけど、こんな感じの超覚醒になってますね。まあイデアルは火力が出せるキャラなので、それこそキラーもしくは LG をつけたいですかね。雲耐性、操作負荷耐性系はサブとかで補ってあげて、ドラゴンキラーつけたいかな。あのコンボ強化3つだしね、火力枠として使ってあげるのがいいんじゃないかな。で、アンドロメダに関しては、まあ使い方にもよるんですけど、周回だったら無交換通貨雲で、普段使いだったらコンボ強化が一番分かりやすく活躍できるんじゃないかなと思います。パズドラ君もね、バレソニが無交換通3個持ちにって言ってますね。ということで、来週からバレンタインイベントが始まりますので、ぜひ楽しんでいきましょう。ガチャも引きたいと思っておりますので、動画上がったらぜひ見てください。よろしくお願いします。あとは普通にネイとかソニアとかね、強そうなんで使ってみたもあげたいと思っております。そちらもご期待ください。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価、あとパズドラ攻略アプリぜひ使ってください。よろしくお願いします。さよなら。